第6位、祖母の死。12歳の時、私は初めて人の死に向き合わされた。口を開けば文句ばかり言っていた祖母は、鼻に綿を突っ込まれて目を閉じていた。第5位、家出。これは10歳の時、よくやったものだと我ながら思う。もちろんうちでは大騒ぎになったけど、私は寂しくも心細くもなかった。ただ米粒大のちっこい自分がダイニングテーブルを果てしなく横断しているような呆然とした気分だった。4位は初めての海外旅行で、3位は大学合格、2位と1位はコロコロ変わる。ある時は初めて男の子と付き合った、あの数週間こそが人生で最も輝いていたと思えるし、その彼に失恋したことが一番の大事件だったと思ったりもする。いずれにせよ、これが私の人生ベスト10。寝つけない夜はベッドの中で水割りを飲みながら、我が人生のベスト10などを思い浮かべてみる。自虐的な趣味だよな。ベスト10のほとんどが18歳までに起こったことで、40歳を目前にしながら、その年齢にふさわしい達成感とか充実感とかがないことに驚いてしまう。ほんと40年生きたって気がしないよな。中学生の頃、私は漠然と思っていた。私たち20歳になったらどうなってるのかな。すっごい恋愛してるんじゃない。え、すっごい恋愛って？お互いにね、すっごい愛し合って結婚するの。すごい。30までには子供を産んで、40歳になったら子供と友達感覚で付き合える母親になるんだ。それで最後は白髪になった旦那さんと手をつないでスキップするの。うわー、何言ってんだか。途方もなく先だと思っていた40になろうというのに、私は外見が変わっただけであの頃のままだ。全く驚きを通り越して恐怖すら感じてしまう。恋すらしてないんだよ。同窓会に行こうと思い立ったのにはいくつか理由がある。その同窓会の1週間後に40歳の誕生日を迎えること。今も付き合いがある木之内芳恵が一緒に行こうと誘ってくれたこと。けれど一番大きな理由は、漢字の中に岸田優作の名前があったからである。同窓会が開催される8月31日は平日だった。これじゃあ若い人向けの商品と変わりないでしょう。でも40代向けの乳液なんてわからないですし。待て待て、課長補佐としてはここでどうするべきか。ケース1、褒めて伸ばす。わからないなりにあなたのセンスで頑張って、期待してるわ。ケース2、冷静に諭す。ちゃんとやらないとあなたの評価が下がるわよ。それでいいなら私は構わないけど。ケース3、きっぱり叱る。わからないなんて言い訳しない。そこを考えるのが企画開発の仕事。教授にもう一回提出して。あの、やり直せばいいんですよね。今日は定時で帰りたいんで、明日でいいですか？じゃあそれで。いらっしゃいませ。もう嫌になっちゃうわよ。
いちいち、とか、でもとか、反論する前に自分の仕事見直せっていう。ねえねえ、交差点の先に新しい店ができたの知ってる？ちょっと聞いてる？あとこ、今日はなんかおしゃれだよね。服なんてブラウスとスカートがあれば十分なのに。あなたはいつも白のブラウスに紺のスカートだもんね。同じブラウスばっか20枚持ってるんだよね。スカートは色違いも持ってるわよ。何それ。ねえ、今日の私を初めて見たとしたら引く？え？いや、さては今日合コン？抜けがけしあって。同窓会なのでござる。ハトコ姫素敵。だから頑張ったんだ。初恋の人でも来るの？え？まあ、ドラマみたい。熟年恋愛のきっかけ第一って同窓会なんだって。そういうドラマあったよね。私もツッコミながら見てたよ。人の話聞いてないし。そうそう、あんなに束縛されちゃったらね。毎度です。彼女たちは恋愛に全くと言っていいほど興味を持っていないと同時に、互いを傷つけることを何より恐れている。恋と無縁で凄まじく地味な30代後半の私たちが幸福でいられる理由はそこにあるのかもしれない。まだ30分もある。あまり早く来るのもがっついてるみたいなので、岸田優作に会ったら言うべき言葉を練習してみた。久しぶり、元気だった？私、食品会社に勤めてるんだけど、そこの化粧品開発部にいるの。お久しぶりです。お元気でした？え、私まだ一人だけど、そろそろ結婚して可愛い奥さんになりたいな、なんて。ちょっと厳しいかな。やだ、ほんと久しぶり。え、結婚してない、してない。仕事が楽しくてそれどころじゃないの。課長補佐なんか任されちゃってるのよ。やりすぎだよね。会場に戻った時には3バージョンの自己紹介が出来上がった。でもどれも私ではなかった。そのどれにもなれなかったことを私はよく知っていた。こちらにお名前と会費お願いします。三川さん？ん？ハトちゃんじゃない？覚えてない？私地味だったからな。あ、野島さん？思い出してくれた？あ、分からなかった。野島さん綺麗になっちゃって。今青山にあるブティックの店長やってるの。雇われだけどね。まあ子供もだいぶ手を離れたし、夫も賛成してくれて。あ、じゃあ後でゆっくり話そう。夫がいて子供もいて、さらに店長って、私完全に負けてるじゃない。どこ怒って？そこ一流校だよ。今度うちの会社上場することになって。会場はすでに盛り上がっていた。岸田優作の姿を探してみたが、見知らぬ中年男女がひしめいているだけだった。ハトちゃん！ああ、ヨッピー！久しぶり！木之内よしえ、私と同じように東京の大学へ進み、すでに結婚、離婚も経験。今は旅行代理店の経理主任だ。よかった、見つかって。知らない顔ばっかりなんだもん。違うんだよ、私もそう思ったんだけど、話してるとその人の顔の表面がパックリ割れて、中学時代の顔がちゃんと出てくるんだよ。ある意味ホラーかも。私もそうなんだろうけど。あ、今日は皆さんお集まりくださってありがとう。東京在住の人だけでいいって言ったのに、はるばる来てくれたおのぼりさんも随分いて、ご苦労様です。あの人、神田くんかな？そうよ、神田くん、変わらないよね。そうかな。それでは、乾杯！乾杯！
5人くらいいたよね。そうだっけ。松谷くんとか野辺さんとか岸田くんとか。あ、ねえねえ、あの人、え、あれ絶対のんちゃんだよ。おーい、のんちゃん。のんちゃん、うん、平典子、元ミス三中の美少女。今千葉に住んでてね、もうローンと子育てに追われて大変なのよ。話しながらも私は会場を見回し、岸田優作の姿を探した。はい、二次会の案内。ありがとう。大丈夫？うん、ちょっと飲みすぎた。岸田優作とは中学2年の夏、3週間だけ付き合った。付き合ってください。岸田優作は力の抜けた男の子だった。ほとんどの男子生徒が角刈りにしている中で髪を伸ばし、それはいつもくしゃくしゃに崩れていた。私はその感じが好きだった。髪型と同じく彼はいろんなことに無頓着でいい加減だった。怒られるとヘラヘラして謝罪し、その態度をまた怒られる羽目になっていた。私が告白した時も彼はヘラヘラと笑った。なんかすげえ。その時はそれきりだったが、夏休みが始まる頃に映画に誘ってくれた。夏休みが始まってから3週間私たちは毎日のように会った。10日ほど経つと学校のそばにある喫茶店に入り浸るようになった。喫茶店地中海には古いゲーム機があり、彼はずっとそれをやっていた。私は岸田優作といれば幸せだった。一度だけキスをした。私たち付き合ってるんだよね。まあじゃあキスして。付き合ってるんだったらキスぐらいするでしょ。ほんじゃ、目を閉じるタイミングがつかめず、私は目を見開いていた。見るものすべてが金色に光っていた。まったく一生分の覇気とか勇気とか行動力をあの夏に使ってしまったのに違いないと今になって思う。夏休みが終わる直前に、明日はどうする？はなくなった。優作君、一生分の覇気と勇気と行動力を持った私は毎日電話をしたが、連絡は取れなかった。9月に入って岸田優作が1学年上の女子生徒と地中海から出てくるのを見つけた。夏の終わりだった。そして現在に至り、岸田優作と再会した。トイレの前で、岸田くんだよね。え？あ、うん。ああ、三川さん。よし、これはまさかの同窓会恋愛、いけるかも。落ち着け落ち着け。すごい久しぶり。ああ、うん、だよな。だよ、岸田くん全然会えないから来てないのかなって。だったら来た意味ないなって思ってたとこ。岸田優作からは昔の姿は出てこなかった。岸田くん、なんか変わったね。そう？君も綺麗になったね。あ、前も綺麗だったけど、なんていうか大人っぽくなったっていうか。やだ、だってもうすぐ40だもの。大人にならなくてどうするの。だよな。ねえ岸田くん、この後二次会どうするの。二次会？ああ、はとこちゃんは行く。え？中学生の岸田優作は
私のことをハトコちゃんなんて呼ばなかった。大人になるっていいもんだと初めて思った。ハトコちゃん？あ、岸田くんが行くなら行く、行かないなら行かないかな。じゃあさ、二人だけで飲みに行こうか。おかしい。ハトコちゃん、大丈夫？大丈夫。大丈夫。これ以上飲むのは無理なんじゃない？解散したくない。え？どこかで休みたい。行っちゃった。きっと断られる。そしたら冗談だと笑って一人タクシーで帰ろう。それじゃあ、え？二人だけの同窓会だ。大人になるっていいもんだな。ごめんね、うまくいかなくて。ううん、飲みすぎちゃったかな。もういいってば。それより岸田くん、全然老けてなくてびっくりしちゃった。結婚してないんだったらモテるでしょ。あ、逆か、モテすぎて結婚し損なったのかな。うん、そうだ、岸田くん覚えてる？地中海。地中海？喫茶店だよ、中学校のそばにあった。ああ、あの地中海。岸田くん半分口開けてずっとゲームしてたよね。あのあと他の女の子と地中海にいるとこ何度も見たよ。ハトコちゃんだって彼氏できたでしょ。まあ高校に入って他の男の子とも付き合ったし、大学では半同棲みたいなこともしてたし、仕事始めてからは結婚話もいくつかあったけど。今は付き合ってる人いないの？あ、いるよ、もちろん。3年付き合ってそろそろ結婚って多分向こうは思ってると思う。でも私はなんか嫌なんだ。どうして？どうしてって、岸田くん今日みんな見て思わなかった？みんなぬいぐるみかぶってるみたいだって。あ、会社の名前、子供の成績、庭のある自宅、夫、そういうものをみんな着込んでパンパンになってるような。ああ、私は結婚してあんな風になるのはなんか嫌だなって。何か思ったふりをして本当は持っていないものを守って生きるのが怖いの。なんかわかるよ。でもそんなこと言ってるうちにもうすぐ40になるんだよね。私、何かする前にいくつも選択肢を考える癖があるんだ。多分選ぶのが怖いんだと思う。うん、うん、だから私だけ今中学生の時と同じに何も持ってないんだよね。やりがいのある仕事をしているし、結婚しようって言ってくれる恋人もいるけど、なんか何もないような気がするの。それですごく辛いことがあったりすると思い出すのは決まって岸田くんと過ごした夏休みなの。つまりそれがなんか純粋に人を好きって言えた頃のまっさらだった自分の象徴っていうか、何も持ってないけどキラキラ輝けてた自分がいたっていうか。話していることのどこまでが嘘でどこまでが本当かわからなかった。恋人なんていないのに何も持てずに来たことを眠れない夜に愕然として思い出しているのに。でも私は3週間だけ恋人だった男の子の前で一枚一枚服を脱いでいる気がしていた。そうか、ハトコちゃんがあの中でずば抜けて若いまんまだったのは自分が何も持ってないってはっきり言えるからかもしれないよね。でも結婚もいいと思うよ。え？俺は未だに独身だけど、仕事して帰ってきて好きな女の人が料理作って待っててくれるのが夢なんだ。結婚したら一日に一食は奥さんの手料理を一緒に食べたいんだ。男の人がみんな岸田くんみたいな夢を持ってたら
私は確実に誰とも結婚できないな。料理苦手だから。あれ、ハトコちゃんバレンタインに手作りチョコくれなかったっけ？え？あれすごくうまかったよ。だから料理あればきっとうまくなるよ。そうかな。チョコを作った覚えはなかった。でもチョコレートは渡したような気もする。これね、俺も持ってるんだけど、すごい便利な調理器具なんだ。岸田くん、お鍋のセールスマンなの？いやいや、これは俺の友達の会社、イタリア製の調理器具なんだってさ。そうなんだ。あ、俺はここでデザイナーをやってるの。よろしくね。デザイナーって言っても小さな会社のロゴのデザインとかさ。それでこのフライパンなんだけど、油はいらないし、素材の水分だけで調理できるの。ただ茹でただけのトウキビとか枝豆とかが感動的なぐらいにうまいわけ、うん、ハトコちゃんにも食べさせてあげたいな。つか俺にご馳走してよ。一緒に食べようよ、茹でたトウキビ。パンフレットの向こうに地中海の景色が透けて見えた。向き合う私と岸田優作は何も持たないがゆえに若く、油のいらないフライパンで小さな夕食を作り、一日のことを話しながらゆっくり夕食をとっていた。料理か、いいかもね。何度言えばわかるんだ。うちは田中だって言ってんだろ。いい加減にしろ。名刺の電話番号は嘘だとようやく気づいた。ワンセット30万の調理器具はすぐに届いたが、岸田優作が夕食に来ることはなかった。岸田くん、直前でドタキャンしたんだって。美代子が怒ってた。え？二次会のこと？違うって、同窓会に来なかったんだってば。え？は？茹でただけのトウキビとか、トウキビ。え、何？トウモロコシのことトウキビって言う？は？うちらの地元じゃ言わないよね。はあ。ハトちゃん、どうしたの？ハトちゃん。これみんなハトコが作ったの？すごい。いつでもお嫁に行けるね。40歳になって1ヶ月が経とうとしていた。私は来る日も来る日も料理をして、腕前もそれなりのものになっていた。そういえば昨日のドラマ、幹事だった野島美代子から聞いた本物の岸田優作の番号に電話をしようと何度も思った。けれど結局連絡はしなかった。人生ベスト10を久しぶりにやってみた。第1位は何と言っても偽岸田優作事件だと思う。知らない男とラブホテルなんかに行ったのだ。本物の私というものがいるとするなら、それは紛れもなくあの13歳の夏の覇気と勇気と行動力にあふれた女の子だ。そして偽の岸田優作はあの頃の私を取り戻させてくれた。あの日出会ったのは13歳の夏から来た本物より本物らしい岸田優作だったのではないか。彼は今どこでどうしているのだろう。今もベッドに寝そべって彼女のまとった余分な衣類を一枚一枚脱がせているのかもしれない。